よう、宇崎。今日休みだけど様子見に来たよ。真面目に働いてるか？またなんかやったの？まったく、本当に毎度毎度この男と来たら。こんにちは。うちで桜井くんと花と料理教室をしていたんです。初めはいつも通りだったんですけど。月さんにも分かりませんか？それですよ、絶対それ。おお。あ、けどそれは女子を下の名前で呼ぶのは抵抗があるって前にも。知ってますけど、順番的にも普通私でしょ。笑ってはいけない。つまり桜井くんが花ちゃんを名前で呼ぶのに抵抗がなくなればいいのよね。ってことで今から全員下の名前以外で呼び合うの禁止。え、つってもこの中で下の名前知らないのはマスターくらいなんですけど。秋彦って呼んでね。また前と同じことを繰り返してお前を不愉快にさせて。名前言わずに済まそうとしてないっすか？はい、ダメ、やり直し。ごめんな、花。もう一回。花、悪かった。もう一声。すみませんでした、花さん。いいっすね。ちょっとずつでいいから慣れてくださいね、新一くん。付き合いも長いと聞いていたのにまだ名前くらいで。こっちはこっちで、なんでまだ誤解してるのか。なんか面白いことあった気がする。